さんこんばんは、このチャンネルのアップ主でありますワークスキューです。どうもはじめまして、こうやって私が声で登場するというのに、何事かと、思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。実はですね、今日から音楽を紹介する動画を少しずつアップしていこうと思いまして、声の登場をいたしました。かつてに比べてですね、今音楽動画というものをこうアップロードするということが、YouTube 的にですね、こう非常に厳しい状況というか、まあ、当然著作物ですので音楽というものは、それをこう様々な角度でいろんな方が上げていくということが、なかなか難しいというのは当然著作権の関係で、まあ、起こりうることだったわけですが、特にやっぱ近年ですね、それがなかなか、なかなか、かつて10年ほど前の YouTube の状況に比べるとですね、難しくなったというのがあります。でそこで、自分の声の登場ということになるわけですが、番組についてですね、若干コンセプトを紹介したいと思います。ですね、まず一つです。この番組は、音楽を紹介する動画にしたいと思っています。で、ミュージシャンをお一人お一人に焦点を当てて、そしてその楽曲や、アルバムについての解説、あるいはエピソード、そういうものを、私自身が、語らせていただくという動画にしていきたいと思います。で、二つ目です。今申し上げた通り、現状では YouTube の中で、動画を新たに音楽動画として配信するというのはなかなか厳しいですので、このコンテンツは私のトークの部分と、そして今 YouTube で上がっている音楽動画のプレイリスト形式のコンテンツになります。トークでご紹介した音楽アルバムに入っている楽曲が YouTube で上げられているのをなんとか見つけて、そして聴いていただくという形にしていきたいと思っています。そして三つ目です。取り上げる動画の年代は1975年から1995年までの20年間にリリースされた音楽の動画というふうにしたいと思っています。これは自分の趣向というかですね、好きな音楽の、存在するポイントの問題なんですけれども、私自身がもう片田舎に住んでいるアラフィフの、おじさんなわけなんですが、よくよく考えてみると、今世間で注目を集めている、スポットが当たっている、で海外の方も日本にそのレコードをわざわざ買いに来ているという、シティポップというジャンルの音楽がありますが、それが一番パワーを持っていて、たくさんリリースされていた時代がまさに自分が小学校高学年から大学の頃だったわけですね。その10年間12年間の間の自分の音楽経験がまさにシティポップと合致しているわけです。で、そこでその自分たちのリアルタイムな音楽体験を振り返りながら音楽について語らせていただくということになります。で、時代についてはそれなんですが、でもやはり思い出もたくさんありますので、つい語ってしまうと長くなってしまう可能性があります。動画もですね、1本が20分も30分もってなってしまうと、非常になんかいいコンテンツなんだけど、よほど巧みなトークができる方でない限り、こう聞き長いというか、ちょっともうちょっと短くならないかなっていう風なのもあります。そこで、私のトークの時間は基本的に10分以内で終わって、その後に
プレイリスト形式になっている音楽が再生されるという形にしたいと思います。まあ、お断りというか、まあ、注釈をあえてつけさせていただくならば、ディスクジョッキー形式の番組をするときに、その番組の内部で音楽をかけるということは、多分もう皆さんご存知だと思いますけども、これはできないんですね、著作権の関係で。なので、あえて自分の番組と音楽を切り離して取り上げる、取り扱うというのは、そういう配慮から来るものであります。で、今申し上げた通りなんですけれども、少しずつ音楽について、自分が語っていきたいと思います。で、今この動画の絵面、レコードプレイヤーとレコードジャケットが映っていますが、本日イーゼルに掲げているアルバムは佐藤博史さんのアウェイクニングです。これが次回予告なんですが、まず一番最初に取り上げるミュージシャンは佐藤博史さんから始めていきたいと思っています。で、順番に今予定しているミュージシャンで言えば、例えば稲垣潤一さんであるとか、僕は大変尊敬している阿部康弘さんであるとか、鈴木雄大さんであるとか、あるいは村田和人さんで、あとナイアガラ関係で言えば、僕はナイアガラの面々の中で一番好きな伊藤銀次さんであるとか、当然杉さんや佐野さんや達郎さん、そして大滝さんご自身、そういうミュージシャンのさまざまな活動あるいはエピソードについてスポットを当てていきながらお話をしていきたいと思います。ただ全てのミュージシャンの全てのアルバムを私も持っているわけではありませんので、当然内容が濃いものであったりとか薄いものであったりとかっていう、そこら辺の内容の濃淡については、当然生じると思いますので、そこら辺はご了解ください。そして場合によってはですね、せっかくこういう形で番組を扱いますので、ヒットに恵まれなかったけれども良作を上げてくれた、作ってくれていたミュージシャンについてもスポットを当てていきたいと思っていますので、そこら辺もお楽しみにしておいてください。このミュージシャンについてはここではもう触れません。どういうミュージシャンが出てくるかということは、ちょっと意外な角度からになるかもしれませんけれども、楽しみに待っていていただきたいと思います。というわけで、先ほど申し上げましたけれども、一番最初は佐藤博史さんのアウェイクニングからスタートしたいと思っています。で、佐藤博史さんのアウェイクニング、セーリングブラスターズ、そしてディスボーイ、サウンドオブサイエンス、フューチャーファイルという順番にアルバムを少しずつ取り上げて、楽曲の解説などを加えていきながら皆さんに佐藤博史さんの音楽を楽しんでいただく、そういう動画にしていきたいと思います。どういうミュージシャンが出てくるかについては、また今申し上げましたけれども、順番はどうなっていくか分かりません。ですが、今お話に出てきたミュージシャンについては、私も自分の知り得る限りの情報と知識で皆さんにお話を聞いていただけるように、楽しんで聞いていただけるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんといっても片田舎に住んでいる、別に音楽の書き物とかそういう業界に生かせていたとかっていうような、そういう男ではありませんので、ただ一音楽ファンとして、話をさせていただくということですので、どういうふうな形になるか分かりませんけれども、できる限り意外な視点で、あ、そういうことがあったのかというふうに楽しんでいただける、若い方からすれば、あ、掘ってる時にちょっとぶつかってしまった岩盤みたいなものがワークス級の話で、そこを突き抜けることができたっていうふうに思っていただけたり、あるいは、
同世代の方だったら、あ、そうそう、そういう話があったねっていうふうに懐かしんでいただけるような、そういう動画になればと思っています。では、少しずつ作っていきますので、また、私のチャンネルの方に、いらしていただければと思います。では今後ともよろしくお願いいたします。ワックスキューでした。